ャンネル。今回のテーマ、2020年を振り返ろう、就活懺悔集めましたです。2020年最後の日なんですけれども、新年を迎える前に今年起こった就活での失敗談や後悔していることを懺悔して2021年に持ち越さないように今ここで供養しようという。早速ですが、運営が YouTube のアンケートや SNS で懺悔したいことを集めました。ここに就活懺悔が書かれたカードがあるので、視聴者に代わりですね、一つずつ我々が供養していきたいと思います。供養深夜のバラエティ懺悔が終わったらこの機密書類処分、ちょっとクオリティ低めのボックスに入れて供養をお願いします。就活生の懺悔をですね、供養したところで最後は我々自身の懺悔タイムに入るということで、じゃあ早速、じゃあ鴨本さんからなんか一番近いやつ。自分を一番理解してくれていて、ディナーなどにも誘ってくれた会社の内定を承諾後に辞退したこと、辞退した時にも優しい言葉をかけてくださって余計に悲しい思いになった。しゃあないですね、人事の人はコメントしづらいと思うんですけど。承諾後はやめて、つらい。優しい言葉をかけた人事もね、大人ですね。そうですね、いや、まあ基本はね、うん、大人の対応はね、人事は必要ですから、うん、はい、うん、多分本心反省してないよね、絶対ね、うん、やんなきゃいいだけだからダメだと思ってるんだったら就活っていうシステムに対しての抵抗というか、うん、一応供養しておきますか、じゃあ、はい、はい、供養で女友達に好意があり、その子の替え玉受験を手伝ってしまったこと。あるんじゃないですか、そういうことは。ありますか。頼まれたらいいよって言いますね。あ、意外とやっちゃうタイプガリ勉組が一番自分の能力を発揮できるそうですよ、ね、いい機会じゃないですか。理系が唯一輝けるところですから、これ。うーん、私も学生時代なんとかしてスリスリみたいなことしたような、したことないような。ダメですよ、はい、はい、供養しましょう、供養しましょうはい毎回やる会計コンサルビッグ4の面接で会社の名前ミスったこと、デロイトをずっとデトロイトだと思ってた。これ絶対ネタでしょこれ作りでしょ、さすがに。たまたま面接で噛んでしまってデトロイトだって言ってしまったんなら分かりますけど、デトロイトだと思ってたって、これ持ってますね。この方はミスったことよりもちょっとこういうね、企画だからと思って張り切って持ってしまう盛り癖を反省していただいて、はい、供養しておきます、ね、はい自己 PR で部活のエピソードを話すとき、無意識に部員のことをメンバーと言っていた。自分のことをハロプロだと思っているので、この最後の一文がね、ボケを解説しちゃってる感じが痛いですね自分のことをハロプロだと思っているのでこう最後付け加えてるわけですよ。これね、これなかったら俺がね、自分のことはハロプロだと思ってるだろうって突っ込んであげてたのに、はい、確かに書いちゃってるから、はい、笑いのセンスなしボケ説明したら一番ダメですからね。お疲れ様です。お疲れ様です。自分が高学歴なので就活をなめて何も準備せずに就活をしてしまいました。もちろん未だにない内定です。いじりづれーわこの時期にそれし、いじりづらい。なめちゃダメ。ちょっといいですね、今の今のは来たんじゃないですか、はい、はい、中学生の頃に作成した G メールアドレスにアサシン、暗殺者という単語を含め、それも知らずに就活用のアドレスとして使用していたこと。就活用はね、ネアドちゃんと作った方がいいですよね、うん、なんかね、たまになんかラブリーな感じのやつもね、うん、入ってる人見るとエターナルラブとか、ね、まあ、そんなね、そんな売れないビジュアル系バンドみたいなモデルはなかなかいないですけど、当時付き合ってた彼女とかの名前が入ってる。あ、そうですよね、そうです、うん、じゃあ供養しておきます、うん、某ビッグ4の役員面接で緊張しすぎて激務体制アピールを無限にしてたら落ちた可愛いじゃないですかたまにいますよね、ストレス体制全面押してくるやつ、はい、チェックしようがないからね、なんか見えないですけど自分一人じゃ済まない責任を負っている状況でどうしようもならないことを詰められている時のストレスって、大学時代じゃ絶対経験できないので、うん、大学生が自分のことストレス体制ありますって言っても、いや、お前多分今まで本物のストレス感じたことないぜっていうのが実際リアルなところですねはい、我々自身の懺悔をしないといけないらしいので、うん、難しいですねはい、はい、水崎さん、私、カボンさんの順にということで、はい、ダン、実は体重が増えていた、
本当にすごいタイムリーにいくつか前になるんですかね、アップされてるチャンネル見ていただけたら分かるんですけど、体重がもう何年も変わっていないとプロ意識を見せたところで懺悔なんですが、そんなことはなく同じ収録日にあ、言っちゃったって思ったんですけど、さっき実はコロナの自粛中にどうしてもずっと家にいたので、はい、家にいるとね、まあ、運動もしないですし、どうしてもこうね、あるものを食べたくなっちゃったりしてね、実は太ってしまいました。すぐに元に戻したので。戻していこうなんですね、じゃあ。はい、今戻ってます。なのでこうしれっと太ってないですみたいなこと言ったんですけど、全然そんなことないです。懺悔するんだったら何キロが何キロになるか言わないとさ。言えないよ。懺悔じゃないじゃん。男からすると女性の体重なんてまず何キロが最適なのかとか分かんないから。そうなんですよね、全くピンとこない。ただ嫌がるから聞いてるだけ。それもセクハラじゃないですか。10の位が変わるとこまで、まあその辺はちょっとあやふやにさせていただきたいんですが、とりあえずあの懺悔させてください、はい、すみません。はい、はい、はい、囲碁気をつけます。ちょっとバラエティ色強めの企画でネタかぶりで申し訳ないですけど、ちょっと人前に出る仕事なのに大幅に太ってしまいました。昔の動画概要欄貼ってますとかあるじゃないですか、たまに、うん、なんかあれたまに再生すると全然輪郭のライン違うじゃんみたいな。確かにこのシャツの喉元のボタンは苦しくなってきたなと思ってるんですけど、すべてコロナでねライブがなくなったせいですんで。何キロから何キロ。いやもう測ってないですよ、そんな定量的な現実を目にしたくないですから、ね。はい、もう仕事の数字だけで精一杯なんで、もうそんなプライベートの数字も取らんねえよって感じだったんですけど、コロナですね、多分あの声が出せないライブがこれからも増えていくんですよね。ってなるともうあの推しジャンと振りコピで輝くしかなくなるので、やっぱりこう体を作っていかないとですね、現場で、ね、存在感を放てなくなってしまうので、うん、声の大きさはそうなんですよね、うん、そろそろねまたライブも再開していきますので、懺悔しつつ2021年は痩せようかなという感じでございます。僕はあのナイティチャンネルにおける、まあ、これちょっとガチなやつなんですけど、懺悔はですね2つあって、リスケとコンディションですね。約2年ぐらいですか、そろそろ2年間で多分体調不良で休んだことは1回もないはずなんですよ。そうですね、リスケも1回を除いて多分急なリスケとかはないはずで、その1回のリスケが僕の完全にスケジュールミスで旅行かなんか入れちゃってたので、ありましたね、あの時はもう旅行の飛行機取った後に、あさっての撮影はこうですみたいな送る時にマジで冷やすと青ざめて、あやべ、もうこれは調整できねえよと思って、そうすると一気にバーってこうゲストとかいっぱいやるので、はい、あの運営の方に非常にご迷惑をおかけしたのが、まあ、ナイティチャンネルの、ね、年始のハワイかなんか、年始のハワイかなんかだったかもしれないです。コンディションに関してはとはいえちょくちょくですね、頭が痛いとかぼーっとするとかあるわけですよ。まあ直近で言うとあの前回の撮影で、まあ、カツオ君が来た時ですね、はいはいはい、だから非常に二日酔いで頭が痛い撮影だったんで、コンディションのムラもなくするようにしないといけないなと思った次第ですね。全員共通してるのは結局自己管理、まあ、そうですね、はい、そこですかね。うん、はい、すいませんでした。はい、来年もですね、はい、続きナイティチャンネルをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。